マキ F101 は日本のコンストラクター、マキが開発した純国産フォーミュラワンカー。1974年と1975年に使用された。デザインはチーム代表の三村健治、シャーシ設計は小野正明が行った。1974年初頭の F1 参戦、発表時は大型のスポーツカーノーズと大型のサイドポンツームを備えていた。 このタイプの通称は F101A。小野正明は F101 の設計の際、ティレルのデレックガードナーにコンセプトの相談をした。スポーツカーノーズでフロントタイヤをカバーし、カウル全体で気流を整えるコンセプトに関し、F101 とティレル P34 はよく似ている。もしかしたらガードナーはマキに影響されたのかもしれないと述べている。 1974年途中から実践投入された。事前のテストでカウルが大きく重すぎると判明したため大幅に改良が加えられ、ウィングノーズのオーソドックスなボディ形状に改められた。初年度の1974年のボディカラーは純白で、コクピットカウルやインダクションポッドに大きな赤い丸が入っていた。翌1975年はシチズン時計の スポンサードを受け、ボディ色は当時シチズンのイメージカラーだった青になった。小野正明は F101C と呼ばれているが、中身は F101 バイトのまんまと述べている。タイヤは1974年はファイアストンを、1975年はグッドイヤーを用いた。1975年のスイス GP で F101C がトリマーのドライブにより13位完走を果たしている。 ありがとうございます。